再び隣人さんのお屋敷にやってまいりました。3日目夜スタートしていきます。もうね、空いてるんで一回来たことあるからささっとやっていこうかな。どこの鍵だろうね。私ね、一箇所ね、前回の時に分かったのがあって、これをまず取って、この魚の場所分かったのよ。隣人さんいる？どこにいんの隣人さん今。隣人さん？どこだ？バレた？あ、来た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 。バレちゃった。ここにはめる。間違えた。ほら、どう？合ってるでしょ。で、クマがある。クマと、なんだろう、猿かな。あと2つあるってことだ。今のうちね、分かるものははめておこう。そんで、ちょっと危な、ここの鍵かな。違う、ここじゃない。さあ、どこの鍵だ。ここは前回開けましたよね。ここかな。よし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 。ただこれどうします。なんだこれ、こう袋小路か。またなんかこのランプ取り外せるやつじゃないのこれ。何？なんか怖い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 。何何何、開いたんだけど。え、向こう側にいるな隣人さん。隣人さん寝てないか、あそこ。隣人さん寝てるな。あ、起きたわ。忙しい隣人さんだ。ゆっくり寝ることもできない。つまり取る、これ取れる、重りが取れるようになった。重りに乗せる場所を覚えてるんだよね。ただここ隠れる場所ないな。見つかりそうになったらあそこに開けてってこと。これなんだろう、なんか回せるんだけど、ここちょっと待って、止められない。これなんか海流がさ、バレた、バレた。来る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 。大丈夫だ、こっちに来てる。ここにいるからあっちからは入ってこない。なんか海流が合流しますよみたいな矢印あるよね。で、ここはね、あの北アメリカと南アメリカのちょうど中間あたり、メキシコあたりかな、にバツついてる気がするんだけど。やばい、立てないぞ今これ。あれ、これもゆっくり見たいのよ。せっかくだから金庫もあるし、奥歯は何もなし。ここ窓開ける、開けれるね。ちなみに、おっと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 、あらちょっと落ちちゃったじゃないの。あらまあ、なるほど、これ落ちることができる。ただ私これどっから来た。ここ開けたんだよな。なるほどね。びっくりマークずっとついてるけど、これバグかなんか。開けとこうね、念のため。これ何？はてな、時計だね。時計の謎を解かないと、時計の謎を解かないと何時何分とかってことかな。ここの金庫は開かない。そしてここは何だろうね。鳥が取れちゃった。なんか鳩みたいのが、車の写真がついてる。あ、鳥、鳥が乗ってない。ここに真ん中、なんていうんだろうこれ、エンブレムっていうのかなんかわかんないけど、ここになんかしろってことだ。これなんだろうな、これ誰、市長さん、誰、なんか市長さんっぽくないこれ、誰だろう。ほんでこれはハンターさんとベーカリーのおばさんだね。どういう関係
関係の人たちなんだろうね。関係者グルグルですかね。ただ今やれることはなんかとりあえず分かったよ。重りを乗っける場所は、重り乗っける場所あったっけ、分からんな。ただこれはこれは分かるね。これは下に行けばいい。重り乗っける場所、あ、これあと時計ね、時計。なんかさ、これバグっちゃってずっとびっくりマークついちゃってる。なんだ、あ、歯車ね。どうやって取んのこれ。ちょい、あれこれ取れんでしょ、取れない、あれ、ここのとってもなんかね、あ、取れる、取って、なんかある、ある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 、あれ前なかったんじゃない、ここ見たけど。前は取れないことになってんのかな。これで取れるもの、これ何、なんか開いたね。他になんか取れるもんない、これ以上近づけない。あー、イノシシ、どんどん進むぞこれ、楽勝に。なんでかっていうと、これはまだダメだな、スパナーだなと。ここはなんでかっていうと、隣人さんが全然追いかけてこない、なぜかどうしてだろう。バグっちゃったんかな、隣人さんバグっちゃったんかな。びっくりマーク消えないもんね。これイノシシだったん、イノシシだったみたいで。時計ね、あの困ったな、隣人さんに追っかけられて、追っかけてくれないとなんか動画にならんぞこれ。だってただ謎解くだけになっちゃうもんね。色のついてるところ多分ここね、まず1個目。さああとはゆっくりと、隣人さんがバグっちゃったみたいだからゆっくりと、重しを乗せる場所ここじゃない、違うか。やっぱりちょっとここっぽいぞ。寝ちゃってんのよ隣人さんが。わっどうしよう、あば、あ、焦った、焦った焦った焦った、焦った、ちょっと危ない。隣人さんやっぱりなんかちょっとこれゆっくり、あったあったあった、どうだった、あ、なんかあそこどうしたらいい、あ、今じゃない、オッケー、なんかうまくいってる、すごく。なんか急に緩くなったんだけど、隣人さんの追跡が。やっと隣人さん動いてくれたぜ。いなくなったぞ、今か、チャンスか。来た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 、降りてくんなよ、降りてくんなよ、合ってるかな、合ってなかったらどうしよう、あれ、あと、どっちが来る、来た、あとどこだ、
時計の謎、あともう一個解けてないぞ。これだよね、これ。そして指さしてんのよ。なんか象が指さしてんの、この。そこにしっかりと罰を、罰がしっかりここに当たるようにすればいい。きっちり止める？できんのかな、そんなこと。どうしてもきっちり止まらんね。あ、バレた？ここアンチ、ここアンチだぞ。一旦退散するか、わからんな。なんかここ緩いんだよな、隣人さんのお家の追跡緩いんだよな。あ、止めれんね。ずれた？開いた、開きました。なんかちょっとずれてたんだな。来た、よしよしよし、今だ、行け。動いた動いた動いた。どっちから来るかな。こっちから来そう。ちょっと確認できなかったんだけど、番号。見れない。ちょっと一周して見てこようかな。こっから見えない？あれ、数字を見るんだよね、多分。10時35分じゃないのかな。10時35分。来るか？こっち来ちゃったな。来た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 。しゃがんでる間はバレないだろ。で、すぐバレたらこっから降りればいいし。嘘でしょ？だったらまあそこ閉めちゃうしかないよね。一旦ここアンチに隠れます。
ってきたね。これでバレないでしょ。でしゃがんだままで行くか。じゃあえ10がない。11にしてみる。35。1135だった。カメラ、これ私のカメラ。お、おや、どうした。ムービーだな。カメラシャキってしたら多分これでトラウマの世界観か。なんかコインが落ちた。なんか絶対トラウマ抱えてるよねこの主人公。なんかコインがどんどん落ちてくる。なんか大きさ的にチョコレートの方が入ってそうな。どうした、コインめっちゃ落としてくるけど。なにお金。古代の呪いだって。カラス関係あるのか。あ、早いね終わんの。なるほどね。なんか呪い、呪術関係の話なのかな。で次のお宅は、なんかこの人さっき見たよね写真で。あのハンターさんとベーカリーさんがいたのとは違うボードに貼ってあったよね。なんだ、怒りみたい、怒りじゃない、なんだっけあれ、ソーダハンドルみたいなやつをくっつけているね。あの黄色い木がいっぱいあるでっかいお屋敷みたいだな。次回ここ行こう。今回は結構短く すぐ終わったね。なんか今の感じ見てると、今までの感じ見てると昼間のパートでこういろんなお宅に忍び込んで4つぐらいのキーアイテムを見つけて、で鍵をゲットし、それを夜のパートで隣人さんがいるお屋敷に行って鍵を開けて、こうちょっとずつ行ける場所を増やしてストーリー進めていくみたいな流れっぽいな。そういう感じですよねきっと。さあ特にここは進んでるわけじゃないですけど、まあそんな感じで次回、ちょっと今日は短いですけど、あ、少し進んでる。蜘蛛の巣状になんかこうね、糸がこうやってだんだん網目みたいのが張り巡らされてきてますね。うん、結構大きいお屋敷で、なんだろうあれ、カメハメハ大王みたいな、なんかよく見えないけどこんな像が家の前に立ってるから多分すぐ見つけられるんじゃないかなと思いますね。はい、それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。噛んじゃった。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。またね、バイバーイ。